キャピトルを奪えばトゥルーサンズに大打撃を与えられるが、優先すべきは大統領がエアフォースワンに残したカバンだ。確保後すぐに回収できるようケルソがヘリで待機する。エイスの話が本当ならそのカバンに全てがかかっている。防衛線まで市民が援護してくれるが、中に入ったら自力で切り抜けろ。煙幕で敵の目を欺けるか。急げ。迫撃砲と暗視化砲に通してるんだ。前方には敵が大勢。援護は俺たちに任せる。機関砲は闇雲に撃ってるだけね。
前進しろ。突入して仕上げにかかれ。ロタンダでセンサーが反応しています。中にいるな。抑えに行け。
システム抑制。電子的情報を検知。探してる RFID コードだ。カバンは近くにあるはずだ。聞こえたか、ケルソン。バッチリよ。待機してる。屋上へ向かい、そこでヘリを待ってくれ。迫撃砲チームがいる。分かった。ヘリが接近する前に片付けよう。ディビジョンを DC から駆逐してやる。交代する。私たちは射程外にいる。キャピトルがよく見えるわ。
してやる。Come on, get out of here!
屋上を片付けたらフレアで合図して。屋上はクリア。了解、合図を待ってる。用意でき次第照明弾を上げろ。それでカバンを持ち出せる。
対空兵器を排除しろ。ビルの東側から発射してた。東にレーダートレーラーが2台ある。ミサイルの誘導用だな。兵が接近できるよう何としても破壊するんだ。そっちが見えた。レーダートレーラーはその先よ。ぶっ潰してこの妨害を終わらせろ。敵が回復した。
よし、もう一台にかかれ。クリア。
エリアを確保。了解、そっちへ向かう。貨物用フックを下ろす。カバンを取り付ける準備をして。Thank you.
弾切れだ。リロードする。援護する。援護してやる。リロード。降参したらどうだ。どこ行きやがった。サンズは拠点を失って、リッジウェイ将軍も力を失った。長いこと奴は標的だった。俺と同じ部隊にいた大勢の仲間が奴のせいで死んだ。寝返った者もいる。安全を確保したら正面階段から照明弾を上げろ。それから戻ってこい。乾杯しよう。エージェントが応援を要請中。Thank you.